今日も相場分析やっていきたいと思います。今日はですね、ビットコイン、リップル、イーサリアム、モナコイン、IOST、ネムをやっていきます。まずですね、今日は、まあ、どちらかというと、昨日の昼ぐらいから、上昇波がね、ちょっと薄まってきてからの、まあ、下げてるコイン、もしくは横横している、通貨っていうのがほとんどで、2日連続ね、爆進してきたんですけども、今日になってちょっと、それが収まってきていると。それはなぜかっていうと、一応ファンダメンタル的に言われているのは、FO のね、FOMC、FOMC かの、パウエル議長がね、今日12時、回って明日の、夜中の3時から3時半ぐらいの間に、確かね、その経済的な、発表をするというような、形になっておりまして、それによって株だったり、いろんなね、金融機関の動きっていうのが、まあ、そこによってね、いろいろ変わるっていうことで、まあ、今はね、ビットコインとか、仮想通貨の中でも、まあ、結構、この値動きというものが、まあ、それによってね、ちょっと変化してくるため、買いも売りもちょっと入りにくいと、様子見っていう感じになってるんじゃないかって言われております。そんな中でもですね、まあ、一応今後の目安としてはですね結構僕としてはですね、読み取れるところもありますし、今回のその今日の夜の3時っていうのはもちろん注目すべきところではあるんですけども、それ以外にもですね、一応期間的な、時間軸で見たときに分かることもありますので、そういったところを含めてね、解説したいと思います。はい、じゃあ今日、ビットコインからですね。はい、ビットコインは、まあ、ここからずっとね、上昇して調整して上昇してっていうターンで、まあ時間軸的にね、言えばやっぱりここからね、また、調整のターン、ちょうどね、入ってきてもいいかな、という風な感じにも思います。ただ、ここよりもね、結構下げてはないんですよね。ほぼ横横なんですよ。で、まあ、これ見てもらっても分かる通り、ここに上昇雲がありまして、まあ、ここにね、ちょうどこう下髭もこういう近くで見てもらえば分かりますけど、一旦、下には落ちてるんですけども、この下髭をつけて、全部ね、この雲の上まで、実体線を持ってきているという点を考えると、買いもね、結構入ってるんだなっていうのが伺えると。まあ、ただそのファンダね、先ほど言ったファンダの件から、まあ、大きくも上げはしないといったような感じになってると思います。で、大体この辺なんですよね。夜中の3時ぐらいというのがこの辺なので、まあ、ここをこう横横しながら、ここで一気に、雲も薄まっているので一旦下げてここの、ね、上昇トレンドまで、調整する、もしくは、ここから上げていくっていう展開になると思います。はい、ですので下げてくるのであれば、この辺ですよね。417万ぐらいまでの下げっていうのはあるのかなというふうに思っております。調整としてもね、ここからの上昇に対してここですので、約半値戻しぐらいになりますので、調整としてはまだね、全然あり得るのかなっていうふうに思います。で、一応ここまで来た場合はの話ですけど、そうではなくてこの上の方でね、ここでモヤモヤしてここもありますので、しかもここのラインっていうのが、一応線を引きますけど、この辺一帯っていうのが、雲の中にまだね、入ってると思うんですよ、落ちてきたとして。ですので、こう、横横した後、雲、ここ薄いからね、でもここの辺でね、下げ止まる、ここと、この横軸ですね。で、下げ止まるっていうことは考えられるので、426万、もしくは、417万っていうところを目安に、買いたい方はね、もうここチャンスになってくるんじゃないかなというふうに思います。どちらかというとやっぱファンダ的には上げ目線ですし、イーロン・マスクとかもね、後押しツイートありましたし、それこそね、今後の期待っていうものが今どんどん深まっておりますので、どちらかというと上目線で僕は考えていて、ただ調整というのは必要ですし、今回の件がどれくらいまでのね、
悲観になるのか歓喜になるのかっていうね、その3時のその発表によっては、まあ、どちらかに左右すると思うんですけど、下げたとしても、買い場になるというふうに思っております。チャンスですね、はい。で、上がってくるのであれば、まあ、ここから上げていくので、まあ横横し、まあ、これはね、まあ、少し、切り下げてはいるんですけど、切り下げて上がってで、横横下のち上がってっていうふうに、まあ、今度上を目指してくると思うんですね。で、そういった場合、一応ですね、横軸としてはやっぱね、この辺ですね、この急な下落、大きなこの下落があって反発して高値をつけた場所っていうところは、まず一つ目の指標になってくるというふうに思いますと。で、あとはこのもよもよ期間がここに2つねありますので、まあ、この辺がまああるんですけど、もうそれよりも何よりもですね、まあ、ここの長期に続くこの下降ラインっていうものが、まあ、ここのラインとね結構もう、近い距離になってきておりますので、まあ、ここを注視するというよりもここを抜けるかというところが、まあ、目安としてはね結構、みんながね注視してくるんじゃないかなというふうに思います。で、僕はもうずっとね前から言っております。ここを抜けたら最高値は目指していけると、結構ねバブルっていうものがまだ継続しているのか否かっていうことをよくね、議論されておりますけど、まあ正直ね、どこまでがバブルでどっからバブルが崩壊したのかっていう、そのね、まあなんていうの、定義はないわけですよね。で、僕の中での定義はやっぱり最高値をつけたところから今落ちてきてるわけですから、この最高値から引かれるこの下降ラインを抜けたっていうふうになると、一旦ねその下降ラインを打開できたということで、バブルはまだ継続っていうふうに僕は考えますので、ここをね抜けた場合はまた最高値を目指していけると、今年中に、その、まあ、あくまで目指してはいけるけど、その間に何があるか分かりませんからね、目指していける挑戦権を得れるこのラインだと思いますっていうことです。で、今のところは一応、高ファンダが結構乗っかっておりますので、まあ、僕は行くんじゃないかなと思ってますよ。はい。まあ、ただこのね、上昇トレンドを割って、で、さらにここの下降ラインをまた割ってくると、まあもうちょっと無理ですね。っていうか、もう最悪はですね、ここを割ったらもう終わりですよ。ここを割ったらもう、一時ないと思ってます。はい。そしてですね、一応上昇雲が回るっていうのをさっき言いました。で、ただ今は、これ見てわかる通り、まあ少しだけね、下降トレンドの方がアルン的には、ちょっと乗っかってるんですけども、まあ、ほぼ一緒ぐらいのこの距離が近いところで下向きになっているっていうところで、売り圧も買い圧も、ものすごく弱まっているっていう状態ですよね、はい。だからこれはね、まあ、一応、下降トレンドのこの青線の方が上には来てるんですけども、まあ、ほぼほぼ一緒のところにいるっていうことなんで、まあ、ここからね上にも下にもすぐに行けるような状態っていう風に、判断できると思いますので、まあ、本当にどっちに行くかわからない。ただどっちに行ったとしても、まあ、分かりやすい相場でもあるという感じです。行ったとしても上がるのであればやっぱりここの直近の、468万っていうところが目安になると。で、下がってくるのであれば、この横軸で効いている、この426万で下げ止まる、もしくは、さらに落ちてくるのであれば、417万とか、このね、上昇トレンドでぶつかって、反転、ここで調整を終えて、また上を目指していくっていう風な、まあ、考えになりますので、そこをね、皆さんも、注視しておけばいいかというふうに思います。はい。まあ、ビットコインはそんな感じですね。で、ビットコイン次第で他の、通貨もやっぱ変わってきますので、まあ、その辺はよく見ておいてください。はい。まあ、そんな感じですかね。うん。めちゃめちゃ横横ですね。だから今日皆さん起きとける方は、まあ、3時と3時半ですね。の間、まあ、夜中ですけど、まあ、注視して見といた方がいいというふうに思います。はい。はい、じゃあ続きまして、リップルです。リップルはもう完全にこの三角持ち合いが効いていて、ビタビタに効いてるこの三角持ち合いを、もうちょっとでですね、抜けるというところです。
で今現在、こう近づけてみると、少しねここで、そこを打って反発しているかのように見えると。で上昇雲がここに広がっていて、まあ、一旦ねここ下降トレンドのこういう風なね、短期のこの下降トレンドがこう引けると思うんですけども、ここを少し抜いてきたというところで、まあ、ちょっとした上昇があってもいいのかなというふうに思います。でまあ今ねポンと上げてくるというよりは、まあちょっと上がったとしてもこう横横するのかなというふうに思いますね。はい。でちょうどここのね、なんですかね、雲と雲が交わるところですね。はい。ここは何か、アクションを起こす可能性というのはまあ結構あるのかなというふうに思います。はい。でアルン的に見てもビットコインと一緒で、まあビットコインよりは少し離れてはいるんですけど、どちらもね下向きで、買い圧も売り圧も弱まってきているという状態ですね。はい。でまあそうですね、まあ一旦ここ上までつけて、まあここを出れなかったらまた下げてくると思うんですけど、まあ、今開けてきたとしても99.5円とかねその辺になってくるんで、まあ、ここをぶち上げる材料としてはやっぱりビットコインが上がった時かなというふうに思っております。はい。でもここも結構ね長く続いてますので、ここを上げてきたらですね、やっぱりこの先端まで結構伸ばしてきましたので、結構強いね、上昇なり、下落なりが来ると思います。はい。結構ここね、ボラがこう弱まってこう粛々とね、ボラリティがこう弱まってきてから、まあ、今ものすごくこのまあ何ですかね、弓矢で言ったらもうギーギーって引っ張って、もうこれ以上引っ張れないっていうところまで来てるわけですよ。でそれをもうパヨーンって離した時に上に飛ぶか下に飛ぶかっていうだけなんで、今そういった状態にあるのでね、そこはまあ見といた方がいいと思います。まあしっかりね買っていきたい方はここ抜けてから買っても遅くないと思います。まあ、ここでね下げることも心配するのであれば、そこからトレードに参加するっていうのもいいですし、資金力があって、まあ、乗り遅れたくないぞという方は今入れとってもいいと思いますし、落ちたタイミングで反発したらそこでも買いを入れる、でさらに抜けたら買いを入れるっていうふうに、段階的にね、投資をね、してもいいと思いますし、ここを抜けたらすぐねトレードから、外れる損切りっていう風な形で、思っとけばいいと思います。はい。はい。じゃあ続きましてイーサリアムです。はい。イーサリアムも結構上げてきていまして、まあ、ここ今引いてないですけど、イーサリアムはもうとにかくここを抜けないことには話にならないという感じですね。はい。32万のところですね。32万付近のここがですね、31万7千円ぐらいですかね。まあ約32万ぐらいのところですね。を抜けないことには、まあ話にならないという展開で、で、こう近づけてみると、この三角持ち合いの中にはいるんですけども、短期的にはこのね、平行チャンネルが効いてますよね。まあ、ここで一旦抜けはしたんですけども、完全に、すぐ売り叩かれてますので、ノーカウントとして今ここをね抜けてきたんですよね。うん、この、平行チャンネル、下降の平行チャンネルがあったところ今ちょっと抜けてきましたので、この上昇トレンド、上昇雲がここにこうありますよね。まあこれもあって、もしかしたら抜ける、もしくはその、3時の発表の件もありますので、ちょっと買い圧はね弱くなってきてると思いますので、上げきれず横横っていう展開になるのかなと思います。この下降ラインは脱出したんだけれども横抜けみたいな形ですね。はい。で横に抜け、これ以上下げなかった理由としてはやっぱここですかね。やっぱここですね、ここで押し目を作ったターン、いやここよりは下げてはいけないぞっていうね働きがあったんでしょうね。やっぱりみんなの意識としては、やっぱりビットコインも上を目指していくぞと、で他の通貨も全体的に今から上昇していくムードになっている中で、さすがにねその3時の発表がありはするんだけれども、これ以上は下げたくないという意識のもとここで下げ止まって、このね平行チャンネルがあったんですけども、
この横軸の方が効いてきて、上を目指して少しね上を目指して横横展開っていうことかなっていうふうに、まあ、読み取れますよね。はい。で、まあ、もしそれがね、発表次第ではもちろん落ちてくる可能性はあると思いますし、落ちてくるのであれば、多分この辺ぐらいかな、時間軸的に。ここ出てないんですよね、ここ。ここまではね、12時までは出てるんですけど、ここが出てないですよね。まあ、大体この辺だと思いますけど、今落ちてくるとするならば、26万5000円とかですね、そういうとこ、そこまで落ちてきたとしてもおかしくないというふうに思っております。はい。まあ、ただね、まあ、結構強気相場の中なんで、まあ、ここまでを見ていくというよりは、まあ、この平行チャンネルのこの上タッチでこう買い支えられていく可能性がありますよね。で、こう飛ぶ可能性もありますし。で、一応ですね、まあ、短期だとここから引けるね、下降ラインっていうのは、まあ、これは存在するかわかりません、もちろん。ですけど、この上から引けるこの下降ラインは、一応聞いてると思いますので、ここから上がってくるのであれば、一旦この29万4000円付近っていうのはですね、やっぱり一つの壁になってくるんだと思います。で、一応ここもね、もしかしたら効いてくるかもしれないという、まあ、一応の予想ですね、これはですね。まあ、もちろん全部予想ではあるんですけども、まあ、これは完全に僕が、もしかしたら乗せんっていう感じです。で、ここを抜けてきたらですね、さっき言った32万のライン、ここが、めちゃめちゃ大ボスですよね。イーサリアムの中での今の一番の大ボスはこれになります。マリオでいうところのクッパですね。はい、クッパ線はここになりますので、32万を超えてからようやく爆上げ来るというふうに思います。ここを上げたら相当、相当な、ね、上昇が来ると思います。はい、まあそんな感じですね。アルン的にはですね、結構、まあ、下げてますよね。買い圧がないですよね。っていうのも、まあ、リップルとビットコインは、まあ、横横もしくは少しじわ下げなんですけど、このイーサリアムに関しては結構下げてきてるんですね。ですのでやっぱりこの買い圧、が、まあ、結構開いて、下げてきてるという感じです。とは言いつつ売り圧もねこう下げてきてるので、まあ、どちらもね少ないっちゃ少ないですね。まあ、そんな中この平行チャンネルじゃなくて平行チャンネルのこの下降のね平行チャンネルを1回抜けたっていうのはまあ好印象ですので、まあ、まだまだ上を目指せるんじゃないかなというふうには思っております。はい、まあそんな感じです。はい、じゃあ続きましてモナコインです。はい、モナコインはちょっと線が消えておりますけど、はい、ここですね。とここから来てる上昇トレンドがあります。まあもう決着はつく間近でして、明日の朝方までにはここどっちか抜けますね。で、ここの中をですね、もう全部この上昇雲がね、占領してしまっておりますので、まあ、かなりね、抜ける可能性が高いんじゃないかなと思います。で、一旦底つけてますので、次はこう上目指してく、一旦ここまではね、目指してくると思います。はい。で、まあ、ここで抜けきれなくても、まあ、一旦下までまたつけて上っていう考え方もありますし、まあ、結構ね、モナコインに関しては、まあ、いい感じの、チャートになってますよね。はい。上がりやすいんじゃないでしょうか。はい。まあ、ビットコインがね、いい感じの上げを見せてくれたら、結構ポーンと跳ねるんじゃないですかね、このチャートの形状だと。これ強いんですよね。まあ、こっからの反発がね、こことここの上昇波ですよね。こっからここまでの。これめちゃめちゃ強いですよね。ポーンと上げて。で、こういう風なね、お椀型。お椀型って強いんですよ。上げて、お椀型。これ何やったかな、英語で試着じゃない、お玉あるじゃないですか。ご飯とか、こう、継ぐお玉ありますよね。お玉のことをちょっと英語で何て言うか忘れたんですけど、こういうチャート形状の なんとかという名前があるんですよ。このチャート形状は結構ね、強い上昇波の時に使うんですよね。まあ、ただここで結構落ちてはきてるんですけど、
ただここで見る限りめちゃめちゃ強いこの動きですね。これ一時期のあれですよ、 IOST が爆上げしてる時、 IOST が日本でねめちゃめちゃ人気が出てきて、去年か今年の初めぐらいにですね、上げてきてる時はこういうチャートを受けると、こう上げてきて上げてきて、で、一旦調整して上げて調整してっていう、こういうおわん型チャートになってたんですね。だからもしかしたらここでも結構こうおわん型でこうね、ここからピョンっていく可能性ありますね。まあいいんじゃないですかね。はい。で、アルン的にはまあ買いが弱い。まあこれはもちろんさっき言った、3時のね発表がありますので、FOMC ですかね、の会見が、今9になって、今売り圧も買い圧もちょっと弱まっていると、まあ、そんな中で少しは上げてきているという感じです。はい、はい、じゃあ続きまして、ネムです。はい、ネムですね。ネムはですね、この下降ラインはですね無事抜けてくれたんですけど、ここねそこから上昇トレンドに入って、まあ、順調にこの地上げしてたんですけど、まあ、なんかあれですね、今日の朝になってストーンと落ちてきて、この上昇トレンドを割ってきたと。で、割ってから、死に物狂いでこのラインにね、今度 レジスタンスになって、食い下がってくっついてきているっていう感じですよね。はい、まあそうですね、まあ買いはねこう2本ポンポンって結構強く入ってきてるので、まあここでね一旦また戻してくるような展開があればまだギリセーフかなっていうところですけど、まあここからまたね他の通貨とかに、相関してまあ落ちてくる可能性もありますので、まあ僕は今ここで買うべきではないかなというふうに思っております。うんそうですね、まだちょっと様子見た方がいいですね。もうちょっと一回ね落ちてきてもいいかなというふうに思っております。まあこっからねまたねストーンとこう上げる場面っていうのもあると思うんですけど、まあそういったのはもう本当ね他の値動きにこう関係してからの動きになってくると思いますので、まあチャート的にはですよ、チャート的には今こういって下がってここ食らいついている時っていうのは、まあもうちょっと様子を見て、これがね、しっかりとここで本当に買い支えられて、押し目をちゃんと作るのかっていうのと、もしくはここにね、また戻してくるっていうのか、それか、ちょっともう食い下がれなくて落ちてくるのかっていうのをしっかり判断してからがいいというふうに思います。もうちょっと押し目をつけてくるのであれば、まあ、参加したい方は参加してもいいと思いますけど、もうちょっと見た方がいいと思います。少なくても今日のその3時の値動きっていうところもやっぱり影響されてくると思いますので、そこまではまあ見といていいというふうに思います。はい、はい、じゃあ続きまして IOST です。はい、 IOST ですね。 IOST はですね、まあこの下降ラインがもちろん、モナと一緒のようなね、あったんですけど、まあ無事ここは抜けてきたんですね。で、抜けてからというものね、ヒヤヒヤする展開というか、まあ、落ちそうになったり上がったり、でも結果的には、サポートされてるようなチャートみたいな感じですよね。はい、もうスレスレのね、ここ滑り台を滑ってるような形になってるというふうな、チャートになっております。まあ上髭も下髭もどっちも結構出ているので、ね、どっちつかずみたいな感じになっています。で、こう、出来高見たときに、まあ、あんま入ってないので、まあ、買いもね、売られも、まあ、少ないのかなというのは伺えるんですけども、まあ、最低ここのサポートラインに乗っかってるというところが、まあ、唯一の救いかなというところです。モナコインは今、ここの下にね、また来てますので、そういった意味で言うと、まあ、IOST はまだ少しマシな感じになってるのかなというところです。はい。で、まあ、IOST も一緒ですね。一応その発表とかね、そういったので、他の通貨の動きっていうものを見て、で、そこから乗っかっていっても遅くないというふうに思います。はい。で、まだわかりませんけど、まあ、上がってくるかわからないですけど、上がってくるのであれば、やっぱここですよね。
ダブルトップつけた2回も挑戦したけど、失敗して、で3回目ここでもね挑戦しようとしたんですけど、まあ、ここではね大きく売り叩かれてっていう風に、なった場所があります。ここがまあ 3.35 円ぐらいのところですね。はい、IOSD のクッパの線はやっぱここですね。ここを抜けてからです。ここを抜けたらまあ少しの上昇を期待して、まあここのね直近最高値の4円手前付近のこの 3.9 円ぐらいまでを目指していけるんじゃないかと思いますので、一応そこまではまあ今買いたくないと、しっかり買っていきたいという方はまあここを抜けるまで待っててもいいと思いますし、まあ一緒ですよね。まあ乗り遅れたくないという方はまあ今買っといて、でこの下降ラインをもう完全に下抜かれた場合はですね、下に抜かれた場合はもうトレードから即外れると、まあ言ったような戦略でいくのであれば、まあ今買っといてここで反発してもまた少し入れて、でここを乗っかりたいのであればもう一曲ここを抜いてきた時に入れるみたいな、3段階でやってもいいと思います。はい、まあそんな感じですかね。はい、ちょっと喉がいつものようにね、悪いですけどで、まあなんかちょっと聞きたいね、ことがあれば、コメント欄で書いててくださいそれによってねまたね、答えたいものがあれば答えたいと思いますし、やってほしい通貨とかあってもね聞いてください。はい結構柴コインとかですね、柴犬のコインとか、まあその日本の取引所では扱っていないコインもね取り上げようかなと思ったこともあるんですよ。まあただまあまずはね、主要コインを僕はねするっていうところを徹底したいなと思ってたんで、まあ後々はねそういったのもしたいなと思うんですけど、まあもしねやってほしいのがあればまあ一応参考程度に聞かせてもらいますので、まあ、もしよければ変えてください。ということで今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。今日の動画が良かったと思う人はチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。で僕が使っている、取引所はビットバンクとコインチェックを使っていますので、概要欄載せておきます。ぜひ、使いたい方は使ってください。なぜその2つにしたかというと、ビットバンクの方は手数料が、国内の取引所では、かなり安い方です。そして指し値取引っていうものができます。もう一つは携帯のアプリで、使いやすいっていうのがありますので、ぜひ登録してみてください。で、コインチェックの方は、日本の取引所の中では取り扱っている通貨が最も多い、取引所になっております。ただ手数料が少し高いんですけども、まあ、日本の取引所って結構ね、安心安全だと思いますので、日本の取引所を使いたい方は、コインチェックとビットバンク使ってもらったら、バランスのいい取引できると思いますので、ぜひ、登録してみてください。ということで今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。